こんにちは、タブローです。釣りをしている人なら経験しているはずです。当たりが大きかったのに上がってきたのは小さい魚だったとか、当たりが小さかったのに上がってきたのは大きな魚だったとか、気づいてしまったんです。この現象、水の中でルアーの先にパラレルワールドの扉が開いてるんじゃないか。例えば座布団サイズのヒラメを釣ったとします。そのヒラメの目の前にパラレルワールドの扉が開き、違う世界で私が釣ったちっちゃい魚がこちらに来たってこともあると思うんです。すごい空っていうか雲っていうか、長かっただけか。お、びっくりした。え？これはあの引きの割にはいやいや。これは何ですか？ケムシカジカか。いやー、ケムシ、今年一発目はケムシカジカさんですね。コチじゃないよな。これコチじゃないと思うんだよね。うん。あー、初が出ました。初は出ましたけど。はい。すんごいがっつり当たったと思ったら、はい、あー、エラ傷つけてる可能性あるな。はい、多分ケムシカジカさんですね。今年一発目は
はい、ケムシカジカさんですね。はいはい、見えるかな、ケムシカジカです。こうね、いろいろあって、ありがとう。よいしょ、戻っていったかな、戻っていったかどうかが分かんないけど、あ、あそこにいるね、たぶん。はい、今年初はケムシカジカさんです。それもちっちゃいあ、まあでも鬼のような当たりあったんだけどね。何だったんだろうあれ。座布団級だと思ったら全然違ってた。たまたまなんかに引っかかって、そこに、そこで休んでたケムシカジカを引っ掛けてきたって感じかな、多分。でもまあ、釣れでも釣れたことは釣れたことになりますから、はい、そういうルールにしております。いいのかな。